1番の鈴木彩香は後方にポジションを下げました。4番の佐藤美奈は5番手となっています。残り2周回、1番後ろは2番の中野咲です。今日も後方からの競争は2番の中野。さあ、まもなく打掌、バックストレッチに出るところ、7番の中川涼子が誘導の後ろです。5番手やや車間を空けつつある4番の佐藤美奈、後ろに1番の鈴木彩香、さあ項目表を得ている1番の鈴木彩香、4番佐藤美奈と一緒になって動いていきました。2番の中野咲も続きます。さあ前後隊列入れ替わって4番の佐藤美奈が2センターで発進して主導権を奪って残り1周切りました。2番との位置は7番の中川内、1番の鈴木彩香、懸命に4番佐藤美奈のマークを取ろうとしているが7番の中川もしぶとい。さあ先頭は4番の佐藤美奈、3コーナー内内回る7番の中川、1番の鈴木彩香3番手、この内からは3番の山本らちですが4番の佐藤美奈が突き放した。2着には7番の中川涼子が上がってきてゴールイン、3着3番山本なち。